東洋オリーブは、香川県のオリーブ加工会社である。小豆島のオリーブ畑香川県小豆郡小豆島町に本社を置き、オリーブ油の製造、及び販売事業を展開している。製造のみならず、実際にオリーブの栽培も手がけており、小豆郡との師町を中心に、広大なオリーブ畑を所有している。豊島に所有する畑は、 面積およそ70ヘクタールに達しており、そこにオリーブの成り木6500本ほどが植えられている。また、現在もオリーブの育苗を行っており、1年あたり3万本近くの養木を育成している。この畑で収穫されたオリーブの実を使って、オリーブ油を搾油し、それらを出荷し販売している。同社の製造するオリーブ油は、 この地元のオリーブをもとに製造されている。小豆島を中心とする一帯は、オリーブの大規模栽培が行われているが、日本の場合、小豆島周辺域以外で、代々的に行っている地域は、ほとんどない。したがって、同社の製造するオリーブ油は、比較的貴重な純国産のオリーブ油である。バージンオイルや化粧品など多様な商品を出荷していたが、近年は、 タリアと題した統一ブランドを立ち上げ、各商品のブランド名称の一本化を図っている。産学館連携事業にも積極的に参加している。香川大学や産業技術総合研究所などの初期間とともに産学館連携事業の一つである特徴ある糖質の機能を活かした健康バイオ産業の創出プロジェクトに参画しており、2008年には同プロジェクトが 文部科学省の都市エリア産学館連携促進事業に採択された。設立母体は大阪府大阪市に本拠を置く株式会社大阪造船所であった。大阪造船所が株式会社大蔵に改祖した後も資本関係は従来と変わらず継続しているため、同社は大蔵グループの一員に留まっている。東洋オリーブの本社や農園がある小戸島の前景 ありがとうございます。